はい、今回は松本人氏が女性にひどすぎることをしたと炎上中だが、実は数年前からやばいことをしていた件、こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、松本人氏の件がですね、かなり注目されており、まあ、僕はこの件をお伝えしたんですが、何か違う目的があるとかね。 憲法改正を隠してるんじゃないかとか、その緊急事態条項のまあ導入を隠してるんじゃないかとか、あと例えばですね大阪万博のね旗振り役をやってるんじゃないかとか、そういったことを何回かお伝えさせていただいたんですが、まあ今回はですねちょっと違った角度から考えていこうと思います。まあ最初にお話し,しますが僕は松本人として嫌いなんでねすごく下品だと思いますし、まあただその好き嫌いを別に言うわけではなく調べていたらですね実はこの今回炎上しているまあ県と ほぼ同時期ぐらいにです、ねまあ、別のことがまあ炎上していたというまあことで,で、まあ、その話を考えると、まあ、今回の件もそらくやった可能性が高いでしょうし、まあ、僕が言うのも、ねえー、まあ失礼なんですが、まあ、テレビ出てくんなよって話なわけですよこれを面白いと言ってるっていうのも完全にもうこの 3S 政策の一環にはまってるんじゃないかと、えー、僕はそういうふうに思いますで大体です、ね、今から5年ぐらい前の話だっていうことなんですよ、まあ、SNS とか、まあ、ネットとかにその話が出ていて まあいくつか調べてみて、こういったことなんじゃないかなっていうことなんですけど、まあ、だいたい5年ぐらい前にのその時の状況ってことでですね、まああのまあ、要するに松本人志ってのは下品なネタですね、霜○○を使わないと笑いがもう取れなかったっていうことで、5年ぐらい前から、でこの時点でもう芸人として終わってるわけですよ。松本オワコンという、まあ、そういったことも言われており。 まあそれは確かにね、えー、一時期かね、そのん,んていうのかなあ、その有名、まあで有名になったのも僕は別だと思ってるんで、この松本人志のですね、親がせんべいである、そして本人もせんべいの関係者であるっていうことで、裏側からですね、まあ、その力が働いて、まあテレビによく出るっていうことで、見てる人からの親近感を得て、まあちゃんとかね、そんなことを言われて、そういったことで有名になったと僕は思ってるんですよ。実際に面白いか面白くないかって言うと、面白くないっていう人がいるわけですよ。で、そうではなく、このまあ、 難しい言葉みたいですけど単純接触効果っていうねよくまあ目にするっていう、まあ、そのマスコミの、まあ、そういったものに、まあえー、踊らされて「あまっちゃん」とかって言ってるのか知りませんけどわけわからないですからね。で この5年ぐらい前に何が言われていたのかっていうとその当時だと思うんですがこの松本の作ってるまあその何て言うのかな Amazon みたいな番組に出てたっていうことなんですが番組の内容がひどいと、まあ、その弱いものに関してねそのいろんなひどいことをするっていうことであったりとか、まあ、女性に対してその○○、まあ、そういったことをするっていうようなことを。 あの多数書かれていたんですよ僕はその番組を見てないから別に正直わからないですがそ,そのいくつもいくつも書かれていることを見ると、まあ、大体こういったことなんじゃないかとそして今の、ね、炎上してる件もそうなんじゃないかと、まあ、そういうことがまあ疑われる憶測できるということで,で2018年ぐらいの頃からですねもうすでにこのダウンタウンというのは解散するんじゃないかって言われていたぐらい、まあ、低迷していたわけですよだからそのお笑いとか芸人とかするのってのは人によって解釈が違いますけど まあ何かしらですね、まあ、その哲学を持ってやらないとっていう、まあ、そういった考えもあります。僕は別にお笑いもね、あの芸人も好きではないんで見ないですけど、別にあのね、面白いこと言えるわけでもないから、そんなことは言えないですけど、まあ、やっぱり人を引きつけるものっていうのが必要だと思うんですよ。そういったものが、まあ、2018年だから、5、6年ぐらい前からないと。で、おそらく、これもはっきりと分かりませんが、この時期、あるいはその前後ぐらいからだと思いますが、松本っていうのはもう、その権力側によっていったわけですよ、御用芸人ね。 おそらく松本人志と安倍晋三がズブズブであったということも分かってますし松本っていうのはその権力に近づいていくそういった心があったということでで、えー、まあ、権力に近づいていってまあ、有名になりそして有名になりその地位に居座、まあ、ろうとするみたいなそういった感じなんじゃないかなと思います。ねこれがです、ね ひどいっていうことが何人も何人もの方がおっしゃっておりその、まあ、芸人といっても上下関係があるとで上の人が下の人にするいい、e、丸目みたいな構造があってそれがその時もそうだし今も続いているっていう、まあ、その吉本興業の体質ですね、まあ、その上下関係パーマルラとかそういったものにつながるんじゃないかとで実際これって僕も思うし皆さんも思うかもしれませんが 松本とか浜田の話っていうのは、まあ、軽くネタみたいなことを言うんですがいやいやそ,のそういうことじゃないんですよ大人も子供もねどこまでそういうのが分からずに、えー、ね、えー、度が過ぎてしまってはいけないしそういった要因になっているわけですよ、うん、だから笑いとかそういったも次元を超えているわけですねそれに気づけっていう話なんですが松本人志本人はアートだとかって言ってるんですよ、うんまあ、どうかしてると思いますけどね僕、うん、はそういうふうに思いますあの嫌いなんで見ないですけど まあねえずっと前ですけど30年ぐらい前に見てたことありますけど別にまあ今考えれば別にその時は何も思わなかったですけど今考えるとまあ反省するなとかそういうふうに思う今はもう全然見ないですねうん数年数十年ダウンタウンとか見てないですし僕は嫌いなんでまあそれただ好き嫌いを言うわけではないからねで 結構、これ言われているんですよ多分、男性も女性もだと思いますが松本人志に対して実はね今回の件で大きく炎上してるんですが今回の件の前からねその SNS の投稿日時を見ると実は2018年ぐらいからこういったのがあるんですよ。 個人的あるいはですね、生理的に松本人志っていうのは受け付けないっていうことなんですね。で、何かっていうと、やはり拒絶するものがあると。でそれが、例えばその共演者に対する配慮の欠如とか、そういったものから見てられないと。松本にはね、そのテレビに出てそ、そういうことをするものに対して配慮がないっていう意見もかなりあるんですね。だからその有名だからね、当たり前ですけど、何をしてもいいとかわけわからないですし、そのいい丸目みたいなことをしてはいけないわけですよ。で、それがこのアマゾンのやつで、人志松本。 プレゼンンツドキュメンタルっていいうらしいんですよ僕は見てないから分からないです。5、6年ぐらい前なんで、もう知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、でこ,のこちらのです、ね、ドキュメンタルに関して、かなり苦情が寄せられているんですよ。投稿、苦情がかなり投稿されているってことですね。その下品なネタをやめてほしいと、男性と女性に関して、特に女,その女性に対してね、もう下品さしかないっていうことで、でこの,の Amazon ていうのはあ有料なんで、お金を払ってみ見るんですけど、 まあ本当に同行してるとその下品すぎるっていうまあ常軌を逸してるとかそういった書き方が多数あるわけですよ。でそれを見て一人が書いていないわけなんでやっぱおかしいと思うじゃないですか。で今回の件と時期的に重なってると思うんですよね。であの 芸人だと思いますし逆にリスナー様が詳しいと思うんですけど僕は、ね、それ芸人とかあんまりからないんで申し訳ないんですが森三中っていう芸人の方ですね、えー、大島っていう方と黒沢っていう方に対して状況、えー、を逸したことを松本がやっていたっていうことででもこれっていうのは当たり前ですけどちょっと内容的にひどいんで僕の口からは言えないですけどそういうことをしていたっていうことが多数書き込みがあるわけですよ。 で松本っていうのはあその笑いに何を取り入れてるのかというと男尊女卑の考え方を入れ,入れてるっていうことこちらも多数そういった意見がありましてでこう、まあ、マウントを取るって言いますか自分が上に、まあ、なるその優越感を誇る。 それに対して、その女性芸人を使うとか、このね、森さん中の方ですよね、大島っていう方とか、黒沢っていう方を使っていると。で、当然、このね、女性の芸人ですよね、この森さん中の方とかっていうのは、このあの森さん中の大島とか、黒沢っていう方は、当然、テレビに出てきたら、これは松本のね、言われるがままじゃないですか。 それをいいことに、どん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 そういうことをしており、松本人志本人は全く反省している様子がないっていうことなんですよ。まあ、控えめに言っても最低だと思いますね。クズだと思います。うん。だから、有名だからとか関係ないですからね。うん、で、しかも、その視聴者にそういうに思われてるわけですよ。そういうのやめてくれっていう多数苦情が出て。だから、もういつからかわかりませんが、もう2018年の頃にはもう終わっていたんでしょうね。まあ、オワコンという言葉がありますけど、うん、オワコン松本人志だと思いますよ。僕は嫌いだから見ないですけどね。うん、下品だと思ってるんで。 で、えー、松本人志はですねそのまあ下品なデータを自分はそんなことは一切思ってないとかって言ってねそのこれの件でドキュメンタルというのを言ってるんですがアートだって言ってるんですよ芸術をもっと理解してほしいとかどうかしてますね、うん、完全にどうかしてると思いますけどだからもうこの頃からあやっぱりまあ、うん、なんて言うんだろうね、うん まあそういったことをして視聴率をまあ寄せるで、あるいはそうではなく、そういったことをしなければ視聴率を取れない、視聴者を魅了できない、そういったことだと思いますよ。で、僕は見てないから分からないですが、このドキュメンタルっていう番組を見てない人に対する優越感の笑いがあるとかね、地上波ではできないものを我々だけが知っているみたいなことをやって、そのここなんですよね、女子供には分からない笑いとか、我々だけが知っているとかっていうことなんですが、うん、言ってることはおかしいでしょ 松本氏としてその地上波がやりにくいとか何か言ってるんですがその下品なネタを繰り返してそれでしか笑いが取れない時点ででこれはこれも共通してみんなあ多くの人がみんな皆さんです言ってるんですが自分の才能の限界を自覚するべきじゃないかって2018年の時に言われてるんですよだから今あそう女性問題でかなり炎上してますがもうすでに5年ぐらい前から6年ぐらい前から松本っていうのはもうオワコンだったっていうことが今回分かりましたね。うん あの有名人とか芸人とか有名コメディアンとか知りませんけど人としてどうなのっていう話じゃないですか普通にね。で僕あの思うことがあのありまして今回まあこちらもちょっとまた言いづらい話なんですけれども松本人志がですねえこの今回えかなりこの炎上してる背後には外国の話っていうのもあると思うんですよ。エの件がねあり まあ日本と世界というのは関係ありますから世界的にそういったまあ、ね、その女性に対してのということが当然日本もあってで松本はその観点からテレビから降ろされるその対象になっているんじゃないかと思いますが、まあ、好きな人がいたら申し訳ないんですけど、まあ、こういった最低な人間がテレビに出てこない方が僕はいいと思ってますからね、うん、そのなんかノリとかあ軽いなんかいじりとかって言ってますけどそんなことではないですし。 松本のの正体っていうのはこういうううはこことですよ。3S 政策っていう宗主国米が仕掛けた、えー、それが後ろにあっての操り人形で日本国民を愚民,愚民の方向に愚民化するそういった役割を、まあ、担っている人間だと思いますので僕は今回の件で松本人志がテレビから消えてほしいと思ってます松本人志も吉本興業もそこに関係する大阪万博もそういったものに関して、うん、消えてほしいと思ってますし こういった人間を、ね、起用するテレビっていうのも異常としか思えないと、まあ、僕はそう思いましたっていうことでこの松本人志の件ですねあの、まあ、調べて気になる方いらっしゃるかもしれないんですが今の件っていうのはちょっとわからないところもありますしあんまり例えばその、ね、憲法改正の話とかをするとあんまりそういった話が。 あの、関心を持たないという方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっとわかる限りなんですが、今回は調べて違った角度からお伝えさせていただきました。何かご参考になっていただける点があれば、何よりです。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。